本日宮城義秀、浜崎勝次の2名の死刑を執行いたしました。本件は組織の体面を守るという暴力団特有の発想に基づき、一般市民を巻き添えにする危険性のある場所で拳銃を発射し、被害者2名の尊い人命を奪ったという極めて凶悪かつ残忍な事案であり、それぞれの被害者や遺族の方々にとって無念この上ない事件だと思います。要するに必要なものとして国民の多くの認知も得ている。そして裁判所も慎重な判断の上で、そういう結論を出されている。これは何度も申し上げていることですが、他の刑と違いまして裁判所がで確定すればそれで、執行されるというものではありません。法務大臣が改めて命令をせよということになっておりますので、それぞれ慎重に検討して、判断をするということだろうと思います。